ました。入ったそうじゃない？これですね。なるほど。軍曹一匹より G100 匹出てくれた方がマシやねんな。それは諸説よ。G100 匹なんてもうワニワニパニックみたいな、もうゴキゴキパニックじゃん。飯食ってる時に G のさ話されて笑った。いや食用もいるから大丈夫大丈夫。こち亀の伝説の回の話しちゃいたくなるから、ポルカなんて食べられるから大丈夫なの。極論。ある女性 V は軍曹は液中だよってコメントに、じゃあお前らは一緒に暮らせるんかってキレてた。なるほどね。80巻の野生カエルの巻ですね。ちょっと待って、こち亀ガチで俺な。え、じゃありょうさんがさ、すげえハイスペックのパソコン組み立てた回って何巻？これがハイスペック、なんかハイスペックで改造 PC だみたいな。今で考えたら全然なんだっけ、低スペックみたいな。あ、そう、256メガのみたいな。懐かしい。3D もサクサクですよ。いろいろ言われるけど大阪編好きです。わかる。あ、109巻なんだ。96から98。あれ？どうすんだこれ。割れてるぞ。青いいよね。青いいよねは一体何巻なんだ。青いいよね、青。青いいよねって、あれでしょ？フィギュアみたいなやつ見て、これは、こっちはなんとかのフィギュア、なんとかのフィギュア、これはなんとかのフィギュア、全部同じですよみたいな回でしょ？その時の流れで青いいよねが出たんだっけ？レイコにガンダムを教える回。もう面白、もう面白すぎるじゃん、そのタイトルが。うん。未だにミームで見る。これだから素人は。そこら辺じゃない、ニッチな回で言ったら、その大阪編だったら、大阪編か。でも、瓦礫を作れないけど、瓦礫買ったら、なんか全然バラバラのやつが届いて、どうすればいいんだってなってるサコンジの話とか好きだよ。で、それで、りょうさんが、瓦礫組み立ての、代行を始めるんだよね。てか、ガレージキットとかいうね、そもそも、ニッチなところ。あれ好きだよ。そう、あれ好き。お化け煙突はいいよね。サコンジでドキメモした？あ、ドキメモね。ドキメモ。1分の1。エアバラジ98。エアマックス界のやつか。はい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 。あと、たまに出てくるゲストデカの回ね。あと、これも予言者だって言われてたけど、アケコンの筐体に課金して、なんだっけ。筐体に課金していってストーリー進めていくタイプのドキメモがいて、みんな課金のその筐体に夢中になって、なんだっけ、話に入れ込むみたいな。あれもすごかった。大原部長が電子手帳に夢中になって、歩きスマホみたいな歩き電子手帳するの。あ、クレカの番号聞いてくる。あった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 。あった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 。あった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 。そうだ、クレカ入れればもうそのままどんどん溶けたんだね。日暮さんが起きた時に〇〇はどうなったって聞くのが楽しい。4年に一度しか起きない日暮さんね。なんだかんだ言うけど、やっぱり女の子がいっぱい出てきてからも好きなんだよ。レモンとか好きだし。店長が電極プラスの厄介だった。厄介っていうのはそれどっちの意味で電極プラス組んで厄介なんだろう。好きなのか嫌いなのか知らないな。電極プラスくんとか今で言うところの、あれだよね、ワンパンマンの童貞くんみたいな感じだよね。
若干モブ顔なんだよな最初らへん。まといもいい、まといもいいよね。ミレニアムデカいたな。いや結構最初の方さ、中川がさイケメンポジでさ、レイコのこと好き好き感があってさ、でレイコはさりょうちゃんのこと好き好き感があって、結構話がまとまってたんだよね恋愛系は。懐かしい、それが100巻以前の話だと思うけど、もっとなんか中川が全然イケメンキャラでみたいな。でもだんだんその中川が狂ってるのが好きなんだよな。だんだんなんか中川となんか中川が狂っていく。銃撃ちたくて警察に入った中川、最初ちょっと狂ってたよね。でだんだんまともになったツッコミキャラになったと思いきや、ツッコミキャラからの崩壊が本当に面白くって、たまになんかキチるのがすごい良かったよね。中川の家が好きすぎる。え、中川の家だっけ、なんかすごいもうとにかくはちゃめちゃ設定だからな。一巻の中川すごい。確かに、てか最初初登場の両津勘吉もだいぶやばいからな、意味合いでは。だいたいテレビ出たら来る。元祖男の子マリア、マリアー、マリアー好き。コンプラ知ったこっちゃねえだったからな、懐かしいな。確かに一般人に銃ぶっぱしてた、あったあった。あの車で、ね、とりあえずもう車がなんかもうブンブン言わせてたやつね。なんかなんだろう、うん、そういうところで言うとまといが好きだったかな。え、でもでもまとい結構アンチ抱えてるんだよな。まとい好きなんだけどな。でそれで言うとやっぱり、あ、レイコも好きだし、難しいな。マリア男の子の走り、あ、でもね、男の子は結構時代が古いから諸説あるんじゃないかな。ゲパルト、ゲパルト、ゲパルト。あ、寿司っていうか、そこら辺が来てからのなんか見なく離脱者が増えたんだよね。なんか人が増えてから離脱してった。サオトメ、あ、サオトメの方が好きかも。うーん、サオトメね、はいはい、サオトメいいね。やっぱ100巻で区切りの人が多いのか。いやー、なかなか面白いんだよな。こっち亀連載してたら VTuber ネタ、いや、やった気がするよ。なんかこっち亀って定期的になんだろう、その復活したりしてた時代に VTuber とかいじってたんじゃなかったかな。ボカロネタはやった気がするけど、なんかやったような気もするけど、もはやこれって秋元さんの幻影を僕たちが追いかけてるのかな。すっごいあの人って予言者だったからね。え、なんかもうやった気がするような気もしないような感じ。未来予知かなりしてるもんね。こち亀はうちにトイレトイレでこち亀タワーが作られてたから、結構読んでたな。電子手帳欲しかったけど、今で言うところのスマホだから、それも予言なんだよね。美少女ゲーム作ってるおじいちゃん好きだった。いた気がするな。え、トイレにジャンプタワーとかなかった？うちトイレにジャンプタワーあった。あー、でも自分の部屋にもあったわ、ジャンプタワー。